はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルギッシュです。では今回は、信長の野望蒼天録パワーアップキットの続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、南近江への進出戦ということで、北近江の浅井、まだ長政に代替わりする前の浅井久政の浅井家、これと不戦同盟を結んだ上で、六角、こちらに攻め込んで、これを撃破、滅亡に追い込みました。一方、上杉からの圧迫が強いので、これには婚姻同盟をもって一時的に敵対関係を回避ということで、進めてきています。で、この先なんですけども、このまま三好の討伐戦に入っていきたいというふうに思っています。では早速三好の討伐戦を行っていきたいんですが、京都、大和、この辺りには足利将軍家がいるので、こことは直接ぶつかりたくないんですが、どうしようかな。攻め手としては、まずは大津城、ここに入って北畠を攻略。ここが先になりそうですかね。あとは若狭の武田家。この辺りともどう付き合っていくかっていうのをちょっと考える必要がありそうです。いずれにしてもですね、一旦、行軍指示で、部隊を全員返しましょう。だいぶ長いことね、退陣が続いてしまっていたので。だいぶ、兵糧、お金ともに不足してきているという状況だと思うので、これをね、回避するべく頑張っていきましょう。ちなみにこの、近江への進出作戦がうまくいっているという中なので、兵糧は不足してるんですけども、金銭は割と余裕が出てきているのかなという状況です。一時は、忍者を雇いすぎて、伊賀者、甲賀者を雇いすぎて、お金がなくなっちゃったんですけど、それにしても上杉でかくなるスピード速いな。武田、北条、この辺りが上杉とね、敵対関係で共闘してくれるといいんだけど。畠山から使者が来てます。会いましょう。友好関係、これはよしみを築いておきましょう。といってもね、米が入ってきた秋には戦闘を開始しようかなとは思ってますけど、その前に順番で言うと若狭の武田家、これを屈服させましょうか。清須城の日根のね、ちょっとこれは一旦友好関係を結んでおきましょう。清須がね、取られるっていうのはありえない話なので。いやー、確かにめちゃくちゃだな。これちょっと一旦人事で、まずは移動、添付をしましょう。一つは、観音寺と信長の色、清須。これまだ動かせないか、清須が戻ってないんだな。なので、ちょっと一旦ここは、天風で信長を動かしたかったんですが、これが叶わないとなった以上は、清洲城の日根の、これ危ないんで、信兼に譲りましょう。で、その上で、任命、城主は、清洲の城主は、この後、信兼へと変えていきましょうか。ちょっと今すぐは変えられないので、この後変えていきましょう。で、どうするかな？岐阜城に勝家をこの後移動させましょう。
まあ、勝家もまだ動かせないので、このあたりはね、この後ということになると思います。あと、治療を与えておきたいんですが、欲しがる人はいないかな？大丈夫だね。じゃあ、姫野がいきなり裏切ると困るので、さらに、訪問の使者を送って仲良くしておきます。まあ、66まで持ってくれば問題はないでしょう。で、奉行をちょっと確認しときます。まあ、一通り入れてるはずなので、大丈夫かなとは思いますが、大丈夫ですね。まあ、今回の合戦で失った武将というのは、まあ、いないといえばいないので、まあ、問題はないというか、誰かが討ち死にして困ってるっていう状況にはなっていないはずです。で、潜伏先を変えていきます。今までは、沢山に入れていたものを、今度は、後瀬山に入れていきましょう。で、信長は安土に移ります。もうここまで史実で言うとね、信長が安土城を築いて安土に移った時よりも、どうでしょう、10年以上、10年どころじゃないですね、14、5年も早く安土を抑えてはいるんですけど、逆に京都や堺、この辺りはまだ抑えてないので、まあ並行しましょう。まあ、特に今は、上杉が、早いですからね。勢力拡大のスピードが。で、ちょっと視聴者の方からコメントいただいたんですけど、本願寺と戦争を始めると、まあ、各自社州の地方勢力がこぞって敵対するということなんで、その時までに戦力は十分に整えておきたいかなというふうに思ってます。ちょっと米不足に陥ってきてるので、このあたりは考え物というかね、しっかり兵糧の管理をしながら、若狭の武田家、これの攻略に入っていきましょう。まあ、上杉、確かにこうやって見てもかなり大きいんですけど、武田と北条が結べば勝てない相手ではない。まあ、互角になるはずなんで、そこはしっかりやってもらいたいなっていうところなんですよね。じゃあ早速、全自動で天風、信長を動かします。で、信長か観音寺に入ったので、あとは武将を移動させましょう。まずは信長のところにいる武将、信兼と姫野を入れ替え、まあ入れ替えるというか、誰かを派遣して、忠誠の高い武将だな。この中で言うと誰がいい？真下長森、忠誠が高い武将がいいからな。
浅野男女を長政に任せようか。長政に任せて、あとは勝家も前線に動かしましょう。そうか、勝家今城主だからどうにもならないんだな。じゃあまず勝家の城主を解きましょう。さて、そうだな、誰に、佐久間信盛に任せる？まあ、裏切ることはないでしょう。で、勝家を清洲城の城主に抜擢する。これであれば勝家も文句はないでしょう。で、城主に勝家。各城の、じゃあ、城主確認していきましょう。まず、安土城に関しては信長。で、清須に関しては、この後、信兼に変えます。信兼。で、犬山城は丹羽長秀。名古屋城は信盛。鳥峰が長益。長益ですね。苗木城がちょっと心配か。ここ、川尻秀隆に変えときましょうか。で、沢山だな、沢山。沢山誰にする？沢山は、このままにするか。めぼしい武将がいないといえばいないんで、水も。ここ心配だな。あとは、亀山城が関守信。そしたら、ちょっと心配なところには、信頼のおける武将を配置していきましょう。まずは楠の木。ここには、誰を出すか。村井定勝、いや、定勝は手元に置きたいな。そうなると、滝川に任せますか。さらに武将の数が足りてなさそうだったので、末社長森に、さっさなりまさ、この二人を出しましょう。んで、城主ですね、城主。城主はやっぱり、滝川よりかはさっさなりまさかな。黒母衣衆で合ってますか？成政は。信長の親衛隊の一人ですからね。で、亀山城だな。あとは亀山城。ここの武将も少しいじっておきます。ここに誰を出すか。戦闘向きの武将を出したいんですが、ここは、蜂須賀移動させよう。で、逆に、亀山城から、神戸。で、城主は、小六に任せよう。これである程度盤石になったんじゃないの？陣地面は万全ですね。よし、大丈夫です。じゃあ、あとは、外交。んで、諸勢力に金をばらまきましょう。伊賀者とはついに100になりましたね。信長自ら甲賀に出向くってありえないけどな。で、さらに、水牛士。ここにも秀吉を派遣して金をつかませましょう。さらに、
鳥羽の海賊衆の弟秀長。まあ、秀長は大納言まで出世しますからね。あとは、本福寺。この辺りも敵対されると厄介なので、とりあえず金を包んでおきましょう。で、ダメ元で脅迫をしておきます。若さ。お、いきなり、武田、若さの武田が従属した？となると、標的を北畠に変えれば終わりだな。幕府には金を一旦包んでおきましょう。で、潜伏先をじゃあ変えていきまーす。まあ、若さの武田はもうこれ以上必要がなくなったので、若さの武田代わりに、どこを攻めるのが一番いいかというと、北畠、まずは、あの頭上になるのかな。あの頭上にじゃあ、派遣していきます。で、まあ一応ね、外交で脅迫だけはしときましょう。まあ、脅迫に応じるかどうかは別としてですね。よし。これで戦争を始める。その口実ができましたね。北畠を倒した後は朝倉討伐に入りましょう。というわけで早速軍を起こします。もうこれは一気に北畠、その息の根を止めにかかりましょう。で、出す軍勢を清須からも出して一旦終わりかな。清須の勝家はやっぱり強いんで。で、あの頭上にいる軍勢の数だけ確認しておきます。3700。まあ、野戦を2回3回と戦えば数は減らせそうですね。一旦力攻めにして、これを撃破しましょう。で、信長を出して信長がやられるともう総崩れになってしまうので、それを避けるために信長は引っ込めましょう。で、代わりに特技でどうだろう、作戦だな。作戦で挑発持ってる武将がいいんだけど、挑発持ってる武将いないか今回。マジか。稲葉が持ってたはずなんだよね、確か挑発は。じゃあこれでいきます。まあ右と左でいうと右の方に集中させた形ですね。
いや、離反も結構使えるな、こうやってみると。さあ、ちょっと押されてはいるけど、少しずつ中には入ってきてますね。いや、離反強い。半兵衛の離反、マジで強いな。よし、カズは追いついたぞ。いや、コロクもさすがに強いわ。コロク半兵衛。秀吉、この辺りは本当に充実してますね。あとは意外と関守信の治癒も、治療も結構効いてきます。いやー、強い。本当に秀吉強い。決まったな。いやー、半兵衛本当に強い。完全に武将の質で勝った感じですね。兵数では劣ってましたから。これ桐山御所を落としたら北畠殲滅が完了しますね。早くも。さて、武田との不戦協定期限切れを迎えたという話なので、何？忠勝が名古屋城で召し抱えたと。いや、これはでかいな。御所から光秀、なんかこの辺りは史実に近い形になってますね。北畠の包囲網。まあ、これは条件を提示して、兵糧をもらおう。3000もらって北畠討伐戦に加わりましょう。まず武田に対しては不戦協定をしっかりともう一度結び直しましょう。
今武田と戦闘する元気はないので、上杉としてもね、武田と事を構えていてくれた方がありがたいんだけど、二枚舌外交だな。畠山と水戸城は仲良くしつつ、軍勢はそのまま進めるっていう。まあ、信長実は武田との外交の時、同じようなことをしたようですね。実際、武田勝頼は、信長と和睦をしたくて、和睦の使者を送っていたんですけど、それをのらりくらりとかわしている間に、軍を派遣したというのが、信長のやり口だったんで、まあ、今回も同じようなやり口ですけど、ここは、どうする？名古屋を派遣しましょう。金を渡してでも、一旦は武田と不戦協定をもう一度結び直します。で、陣地城主、あの津城の城主が長野か。まあ、ここはこのままにしときますか。できればもうちょっと武将が欲しいですね、ここまで来ると。忍者の潜伏先をまた変えます。まあ、どんどん潜伏先を変えていってるけど、ちょっと一旦朝倉のところに派遣して、ここでじっくり破壊活動をやってもらおう。もう、桐山御所は力で押し切る。城は総取りにしてあるんで、設定として、ゲームの設定として。なので、桐山御所を足利が北畠から城を取る前に落としましょう。なんか朝倉のところが怪しい動きになってるけど、軍を急いで派遣しましょう。挑発持っている稲葉を出さなかったのはちょっと誤算だったかな。さあ、桐山御所攻略戦に入ります。まずは離反。本当に離反強いよな。離反。
や、本当に、ハンベの離反強い。もう完全に逆転してますからね、数で。ちょっと誘導させられてるな。勝家が撤退したのは痛いけど、なんとか持ちこたえてほしい。いやー、ここに来て一気に厳しくなってるな。もう一回離反がはまれば、まだ逆転はできますね。撤退したか。なかなか強いな。もう一回離反がはまってほしいんだけど、はまる？本当になんとか粘ってるね。勝家が早々に撤退したのがマジで誤算だったな。信長が瞑想してやがる。まだただわからないですよ、本当に。信長で鼓舞を使わないと軍が崩壊しつつある。戻れないか。いやー、惜しかったですね。この最中よく頑張ったとは思うんだけど、まあ、全軍崩壊の危機を免れただけでよしとしましょうか。信長はもう引っ込めざるを得ないので、ちょっと数で決めていきましょう。
ちょっと厳しいのかな、これ。大丈夫かな。さっきまでのがなんか戦いやすかった気はするけど。いやー、軍の数が足りないな。これは撤退しよう。さっきの戦いで勝利できなかったのがここに来て、北畠攻略戦で時間がかかっちゃう理由になりそうですね。一度信長を出して力攻めにしましょう。ちょっと士気が落ちてる中でどうかというのはあるんですけど。ここはあえて武将を質で勝負ということで、半兵衛を出しましょう。数では不利になるんですけどね。いやー、厳しい戦いになるなー。いやー、厳しい。そう、勝家が撤退かー。また勝家撤退早いよ。うわー、半兵衛が撤退したー。半兵衛の撤退は痛すぎる。秀吉も迷走か。しょうがない、信長も撤退だ。いやー、なかなか桐山御所が落とせないな。一回舞台を戻すしかないですね。桐山御所の防御力
まだ落ちてないですよね、きっと。ではちょっとこの勢力フェーズが終わったら時間が長くなりましたので、一旦ここで、終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきましょう。信玄が自ら来たの。何？信兼のもとに輿入れ、婚姻同盟か、これは結ぼう。何、朝廷との関係が悪化、さらに鳥羽の海賊衆が略奪行為。この辺りのテコ入れは忘れないうちにやってから終わりにしましょうか。というわけで、まずは外交ですね。朝廷、これに金を包みましょう。さらに諸勢力では金を鳥羽の海賊衆に送り込みます。何？金を受け取らない。いや、金は受け取っとけよ。いやー、これ海賊討伐するしかないのか。とりあえず貿易はお願いしとこう。はい。ではね、ちょっと先ほど話したように一旦ここで終わりにして、次回この続きまたプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。